久保さん、今日は世の中だと日曜日ですね。久保さんの日曜日っていつですか僕も日曜日っていうのがね、あのあんまりピンとこない生活になりましたけど、あのサザエさん病ってありますよね。なんかあるらしいんですけど、ありましたね。 サザエさん病にしようかな。サザエさんが流れると、明日仕事だみたいなね、うん。昨日ですね、あの、アマゾンプライムで、あの、バチェラーってやつの方をね、ちょっと見てたんですよで。寝落ちしちゃったんですけど。面白いですね。<laughs> そう。で、バチェラー見て、その感想の動画も撮ってて、 なんかあのほんと境目がないですねなんか感想見たら見ることが仕事になってるっていう <laughs> 見ることが仕事みたいなだからあの面白いもんで「そのバチェラー」っていうまあ企画があって結構これ人気なんですよねでその今田耕司さんとかそのまあ3人ぐらいでその司会というかナレーションが入るんですけど まあ何やってるかっていうと、まあ、V を見てね「このあとどうなんねん」みたいな「そこ来たか」みたいな「キスしちゃうの?」みたいな,なんかそのナレーションが入るナレーションというかその,その物語があって物語のちょいちょいにその入るんですよ。まあ、何がっていうと、まあ、それも仕事ですよね <laughs>。よくテレビ番組も V を見てその感想を言い,言い合うみたいな。 それ仕事じゃないですか <laughs> 僕もそのテレビには出てないけど YouTube でテレビ的なことをやってるってことですよね, <laughs> ねテレビ番組の構成の中でいろいろありますけどねなんかそうこんな丸、ままね、V を見てる芸人のこの丸この丸を写して表情を見るみたいなね <laughs> まあ仕事ですよねそう,うぐいスパンを送って 感そうだからね本当ね、ねんだろうなまあテレビ番組がや,がやってたようなことがね簡単にこうできるようになってしまったっていうのはすごいなと思いますねうん本当にすごいことだなって思いますうん昔はこんなのなかったんですけどねうんはいまあサザエさん病 でしたけど今は毎日日曜日ですね行ってらっしゃい